に死んでくれないかな。嫌です。どこだよ。行ったことある場所は色明るくして、行ったことない場所は暗くするとかってやってくれんとわからんぞ。全くもってわからんぞ。これ外出たらさ、他に行くとこなかったよね。どれだ？でもなんか上がる場所あったね、今。どこ？こっちか。なんか階段。あ、でも降りるやつか。1階に降りる。それは違うな。で、この子たちんとこも行ったやん。そうなんよ。見たんよ、君ら。で、ここやろ？いやー、何もないんすよね。ここは宝箱しかないんすよね。で、多分、どんどん上がっていかんといかんのよね。だとすれば、やっぱこっちしかないやん。で、ちょい、君もう一回、切ろうと思ったのに間違えて、飛びかかってしまったぜ。一発。はい、乗らせてね。んで、上。ここよりさらに上とか別にないんやろ？ああ、上は上で、まだ上がれんようになったよね。ことは、あっこめ、いひひひひ、当たってしまった。頑張りましょう。あっこの封印が解けるようにせんといかんだよね、次は。どこから上がれるんだ、次は。こっちの2階外部は行ったんかな？ん？ 2 階外部？びっくりした。こっち2階外部から来たんか。待てよ。こっちから多分、あいつをくぐり抜けてやってきて、ここやったんか。なんだよ、どこに行けばいいんだよ、おい。お、当たらんかった。また当たるかと思った。マジで迷子なんですが、私。辛い。こっちは行き止まりやろ？びっくり。めっちゃびっくりした。だってこっちだってさ、外部に出たけど、金塊しかなかったやん？なかったよね。さっきまで微塵もあのマップ見えんかったのにさ、私の視界に入ってなかったのに急激に進みやすくなった。マップが視界に見えて。マジ？他に、あれ？ん？他に行く場所、ないよね。ないでしょ？ててて。だってこっち側とか別に何も、ないやん。上がれんやん。あれで飛ぶしかないんやろ？でもあれで飛んだ先、何もなかったし。マップで見たらまたなんか違うんかな。あれでもなんかあそこに、あ、途中でなんか抜けれる場所がおる、あるね。途中でなんか抜けれる場所があって、そこ抜けたらなんか、ワープポイントがあるっぽい。そこ行こう、そこ行こう。いやー、マップ大事。じゃないと、ただ単に私、金塊取りに行っただけやもんね。ん？ここでなんか、びっくりした。落ちたと思った、今。なるほど、こっちに来れる。イェーイ、やったー、いけるー。ふぅ。よね、やっぱ全部行っとるよね。何、ここ。あ、それ、上がれる？もしかして。上がれる。
よいしょー。めちゃくちゃ巨大な階段だな。あのモンスターぐらいのサイズ用の階段か？ここから急激にちょこちょこしとるけど。で、ここでワープか。これは。あ、あれか。ってことは、こいつに乗らんといかんってことやんね。ダーン。間違えた。両方に撃ってしまった。どうしましょう。さあさあ。ひえー、なんかいっぱい出てきたよ。ふぅ、さあ登りますか。カサ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 。これすごい気持ち悪いよね。めっちゃ気持ち悪いわ。もう明らかにあれ動くやん。やだわ。めっちゃやだわ。ちょっと待って。あれは、あ、でもまっすぐ行ってもいかんねやね。こっちやね。へっ、騙されねえじゃ私。まあ、マップという見方ができたけん。ずっとあったんやろうけど。やっと私の視界に入るようになったけん、マップが。騙されません。ヒュー。うわ、一応気持ち悪いやん。私、これ絶対動く。やめて。避けますね。えへ。なんかさ、いかにも中ボスみたいなのがめちゃくちゃいっぱいおるんやけど、すべて避けていく私。魔王の神殿へ。行くぜー。大丈夫君ら。あれは避けれんやつ。くっそ。避けさせろや。避けさせろや。なんかワープできるやつあるけど、あれはこの向こう側か。なるほどね。隙間を。さすがに無理。でもストーリーじゃないんやね。せめてさ、確実に避けれん場所とかがあるんやったら、それはなんかストーリー調にすればいいのにね。あ、すごい味気ない感じ。いけいけ。いえ、いいぞ。速攻で回復してくれた。あざす、おじいちゃん。ひんやりするぞい。ひんやりどころじゃないけどね、あんな氷。うっしゃー。イエーイ、全員やっつけたぜー。あ、来たよ来たよ。さあ、封印を解くんだ。崩れ落ちていく。でもこれさ、この水晶壊して、下と上と行き来できるようにしようのってさ、要は戻りやすくするためってことかな。でもリレミトとか使えるんじゃないの？あ、まあ、登ってはこれんか。そこにワープのがあるな。こっち行き止まりなんやね。なるほど。なるほど、なるほど。じゃあどこに行くんやろ、これ。それ動かんよね、さすがに。怖い。何でもかんでも動き出しそうで怖い。どこ？あ、なんか思った場所と違うところに出てきた。外部に続いとるぞ。どこかな？こっちか。こっちからの、あれ？なんかこの辺にさ、行く場所ない？そこか。これは、あ、どうも、見ないでください。外出てきたけど、これだけか。これだけのために私はわざわざ、こんな危険な目に遭いながらも、やってきたんすか？見つかるかもしれない恐怖と戦いながら。よし、こっちは？あ、これボタンじゃない？また。でい。何これ？空中で動くやつ？乗ったら動く床？なんなんやろあれ。どこに出た？しかも。ちょっともう一箇所のワープポイントに行けばいいんかな？
反対側のやつ。多分対になっとって、あ、床が動くんじゃないか、床埋まるんかな、もしかして。あ、ここやろう、さっきのやつ。いや、多分もう一個向こう側の方に行ったらまたボタンがあって、それを押したらここで床がつながるんやないん。違うかな。え、こっちよね。方向転換したら一瞬で自分がどっちから来たかわからんくなる。危険危険。いい、でかいな。君超でかいやん。かっこいいけど。こっちは外？あ、ボタンや、ボタン。イエイ。ほらね。はい、来たー。あれ、でも向こうまでは、ないね。繋がってはない。やっぱ動くんかな、乗ったら。あっち側は何もない。じゃあ、とりあえず現れた、床に乗りますか。どこだ？ん？あ、そっか。まだワープ通ってなかったっけ？んで、ここだ。行くぜ、行くぜ。ここじゃないの？あ、なるほど。左右が繋がっとんや。なるほどね。で、左右で、またなんかスイッチがあったりする？え、そこ絶対ボタンあるやろ。抜けや。抜けって。ねえ、抜いて。抜いてってば。来いよ、来いよ。君じゃないんすよね。私が狙ったら君じゃ、しかも全然動かんやん、あいつ。君でもないんすよね。全く動かねえ。くっそ。ほら、スイッチ。ってことはもう一個あるんやね、スイッチ。反対側の方に。あれ、でもそこ行ったらもう行けるんじゃね？ってことは反対側にはボタンはないんかな？なんか向こう側にも通路続いとったよね。なんもないんかな？じゃ、戻ろ戻ろ。ほら、なんか、いかつい奴らが守りよるけど。でもスイッチありそうな感じするけどな。これ間通り抜けれる？だーし！抜けれんかった。さすがに抜けれんかった、まったく。くっそ。まあ、そこ抜けれたらね。何やってんだ、おめえらはってことになるよね。仕事してなさすぎる。うわー、逃げてったよー。あざす。大丈夫、死にかけとるおじいちゃん。よっしゃ。レホイミ、いけいけ。せいでがね、結構ギリギリな感じなんよね。あ、でもおじいちゃんもギリギリやね、マジックポイント。上出来じゃな。よし。あ、なるほど。片方だけやったんやね。これは何のボタン？どこのボタン？すいません。沈まんのかと思った。あ、最後の結界を解く、封印を解くボタン？一回正面にある扉の封印が解けたようだ。あ、あれか。なるほど。あ、そこがラスト？あ、でもなんか魔王の城絵みたいなの、なんかこの回になかった？またなんか別？こっちこっち。ほら、ここなんか、魔王の神殿へってなってるけど。お、賢者の聖水。このまま進んでいったら魔王のとこにたどり着くかな。ちょ、待って、あれだな。その他のメンバーがね、まあ、これぐらいでいっか。回復するのはその二人ぐらいやろ。
ちょうどじゃない今適当にあの場所で回復しよったけど。何、誰の鳴き声、まさか女の、この声はベロニカか。あ、要はこれ幻的なやつやろ。お姉さま、ベロニカこういうキャラじゃないやん。聖女なの、あんたも一緒なのね。本人じゃないよね。寂しかったわ。絶対違うやん。一人だったから。あのね、一つだけお願いがあるの。今すぐに死んでくれないかな。嫌です。絶対嫌です。あんたを守ったせいで、私死んじゃったでしょ。あんただけ生きてたら不公平じゃない。いや、守った意味なくね。だからね、ただ無駄死にしただけやんそれ。死んで自らの死をもって償って、もっと生きたかったのに、あんたのせいでこうなっちゃったんだからさ。魂の叫び。何、魂を沈めるやつ。消え失せなさい、悪しき幻影よ。気高きお姉様はそのような言葉は口にしない。あなたはお姉様なんかじゃないわ。うん、確実に最初から騙す気なんかないやろっていうぐらい見事に違うと思う。あ、戦闘ないんやね。消えた消えた、ストーリー上で。お姉様は最後まで希望を持っていた。決して後悔などしていない。うん。こんな胸クソ悪いものを見せる奴は一人しかいない。姿を見せろ、ホメロス。ここでホメロスか。なるほど。大好きなお姉様を思う心。とりあえず前座ってことやね。愛というやつか。くだらない、くだらない。来た来た。敵の幹部になったけんってこんなアホみたいな格好せんといかんのは嫌やと思うよね。美的感覚まで狂うんかな。相変わらず執念だけは立派だな。そのしぶとさ、尊敬に値するよ。さて、ここまで来てもらってなんだが、この先はウルノーガ様がおわす領域でな、貴様らが入っていい場所ではないのだよ。だから君を倒して入るんだ。今すぐご退場願いたいところだが。虫けらが頑張ってここまで来たんだ。記念にこの魔軍司令ホメロスが貴様らを直々に葬ってやろう。魔軍司令。どれぐらいの立ち位置なんかが全くわからん。2番目ぐらい。そこまで偉くはないかな。でもウルノーガの手前におるってことはだいぶ偉いよね。うわ、猿やっけ。あれ違った猿じゃなかったっけ。で、全然違ったわ。全く違ったわ。え、なんかさ、ドラゴンボールの悟空的なやつかと思った。猿になるやつ。この体、この魔力、俺は貴様を超える力を手に入れたのだ。いや、イケメンが台無しです。ホメロス、本当に魔物になってしまったのか。これはもう元には戻らんのかな。貴様らの屍を殺してしまうしかないってことかな。ウルノーガ様に捧げてくれるわ。羽の下すごいなんか食いちぎられてない。そういう形もともとせめてお前は俺の手で、ほら、もう殺す気満々よ。俺は貴様を超えた、葬ってやるぞグレイグ。私がその子。お互いに葬る気満々やな。仲間呼ぶなよ、おい。
いやまあ私らも仲間いっぱいおるけど、もともと仲間いっぱいおるけど私ら。まあ確かにそれはずるいわな。あ、一瞬でやっつけたよ。イエーイ。口当てろ。あ、やめて。ゾーンに入るのやめて。今助けるぞ。今あれか、アユナがゾーンに入っとんか。あ、ローもうあっという間やん。MP のなくなり具合。よっしゃ、攻撃力ガンガン上げて。やめてやめてやめて。君は攻撃力上がらなくていいんだ。何？ゾーン？いけー！お、いいぞいいぞ。てかもうあれよね、すでに名前赤いよね。いいって。もうその弱っちいやつ呼ばんでいいって。ほら一瞬で自分がやられたよ。ほんと、もうよね。え、君よりさ、ちょっと前に出てきた、もう守りよるやつの方が強くなかった？あの、ここの城に入る直前におったやつの方が強かったよ。どうした？この俺が、貴様らに敗れるというのか？あれやない、なんかもう高い地位についてきにさ、そんなに強くなる努力してなかったやない。なまっとるよ、なまっとる。またそうやって、お前は、俺の先を行くのか？魔物になってまでやれるって嫌やね。人間のまま努力した方がよかったやん。お前が称賛を浴び、光り輝くほどに、俺は影になっていったな、グレイグよ。俺はただお前のようになりたかっただけなんだ。魔物になっちゃそれは無理よ。正義の味方じゃないもんな。あ、消える？そんなあっけない終わりやったっけ？え、そんなあっけない終わりやった？うわぁ、死んでしまった。アユナはシルバーオーブを取り戻した。辛いな。めちゃくちゃ辛いな。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねってことで、なんかホメロスさ、思った以上にすごいあっさりやっつけたんやけど、この次もうウルノーガ？ウルノーガの一個手前であんだけあっさりやったんやったら、ウルノーガもなんか、あっという間にやっつけそうやね。なんかそんな気がする。